はいどうも、ジュリアスです。 Need for Spin Playback 続きやってきまーす。どうやら今チャプター1ということで、まだ完全にモードを開放できてないんで、このね最初のチャプター1を終わらせるためにサーキットに参加していきたいと思います。なんか八百長をするからドライバーになれと言われて、ドライバーのまだ名声が足りないんで、レースに参加してこいっていう感じらしいです。自分のマシーンが150レベル、バトル推奨だから今余裕なのかな。相手のベストマシーンは132なんか。いよいよだ。ここで勝てばボスのために走るチャンスがもらえるぜ。これマスタングじゃなくてフェアレディなのかな。 Z? ちょっとあんまりわかんないな。ハッチバック式も出てきたね。いゆーわお、いてて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 、やべえってやべえってそれ加速だ。こいつはやべえみんな早い。おう抜かしていくよ。あ、ラップ、ラップバトルか今回は。おお早い早い。うわ寄せられるこいつ。あら、1位どこにおんねん。お前らに勝ち目はないぞ。いやーまたぶつけた。火花散ってるけど大丈夫。ファイナルラップ。あ、私1位か。ゆっくり走ろうまた同じとこでやってる。うんな。なあ、俺からどう。あれ1位だと思ったら1分っていうタイムやってる左上が。あと 500m。負けないよ。これぐらいじゃ。言っただろ。また勝ったぞ。まあいいだろう。まだ相手のマシーンが弱いから楽だね。お前にはそれらしい新しいマシーンを用意する。ナバルはストリートに新しい秩序を作ろうとして。新しいマシーンくれるだと。どこに加われる。だがハウスはビジネスだ。忘れるな。当然だろ。よし、ハウスへようこそ。ハウスっていうのが組織みたいな、組織の名前かな。目的地へ行けと。とりあえずヤウショウの試合しに行くのかな。あー、サイドブレーキなくてもアクセルとブレーキ同乗して結構曲がれるね。直角じゃねえこれ。おお、レーシング用マシンか。ハンターズ？スピードハンターズか。BMW ですね。よし、うまくいったぞ。ナバロ、待っているんだな。レーシング用のペイントですね。
なんかミッションがプレイか。あ、新しいミッション増えた。皆さん飛ばしてますか？キュレーターです。今回はストリートの楽しみ方をご紹介します。レースの合間息抜きしたいときは、そんなときはシルバーロックでいくつかアクティビティにトライしてスコアを出しましょう。アクティビティにトライね。いろんな方法でレップを高めることができます。はいはい、うお、ちょっとスピード感が違うね。ちょっと待てよ。ちょっと BGM の音量を下げました。このね、マシンの音を楽しもう。いけないのかい。道を通ろう、道を。復讐だって。あら、あの上道を通りたかったけど。これサイドブレーキ引いちゃダメな車だ。あら、道がねえぞ、道が。うん、今のところじゃないのか。レースする前に車潰れちゃうぜ。いやでもこういうのプレステ5でやるとハプティックトリガーでこのねブレーキとかアクセルの押しが変わってくる、まあ抵抗感が出てくるっていうので、普通にマックス出しやすいけど PS4 とかだと。あれ、なんかすげえ通り過ぎてね、このブレーキアクセルの調整が面白くなるんじゃなかろうか。楽しみですね PS5 は。出てくんだこれ。あー、はいはい。あー、この辺も道なき道があるんだな。なるほど、マップに出てんのは道路っていうだけか。ん、ベストマシン241、自分のマシンも241。おー、基礎同じぐらいなのね。ハウスは愚かにもうビームプルで行われる。ブームビルか。全然ちゃうやん。八百長レースの負け役として君をエントリーした。1位を奪ってナバロにクルーを裏切った仕返しをしろ。結局1位取んのかい。組織のトップは楽しかったか。お前の八百長ビジネスもこれまでだ。いよいよだ。晴れの舞台に立ってもらう。新しいマシンと馬が合うといいな。コードネームはサイドワインダーだ。チャンネルは変えるな。ボスの命令に従えばそれなりの礼はする。サイドワインダー、サイドワインダーか。了解。ハウスのレーサーへ。筋書きが決まったわ。今夜勝つのはキングスネーク。レースが終盤に入ったら先頭を譲って。もう終盤に入ったら先頭を譲れってことな。さあ、ナバロを潰すか。チカチカしてるよこの車。おい、ちょいとちょいと。ああ、そういう感じ。ケツぶつけたら、あ、そうやって落としてもいいのか、ライバルを。あれ、おい、皆さん早すぎません？いてー。あら。おお、途中から再開なんだな。いやー、まだ5位だぜ。ひどいラップだった。キングスネーク、すぐに中間地点よ。本気を出して先頭に立ちなさい。しっかりするんだ。キングスネークに勝たせるな。キングスネークに勝たせるな。いやー、皆さん早いよ。
私が抜いてるのは一般車両か。なるほど、いいだろう。味を味わって蹴りがついたら逃げ切れ。お前は切り札だからな。そのつもりだよ。そのままついていって。サイドはいいんだ。いいペースよ。おお、いいペースか。アイダーも。おお、危ね。いや、ただ1位早えよ。私は2位だよ。ギリギリで奴を抜いてやる。手が離せないんだ。抜けないぜ。抜けなかった。ミッションファイルリスタートだ。最初が痛かったね。行動レースやな。右車線を走らねば。懐かしい感触だな。さあ、ナバラを潰すか。とにかくブラックマンバを潰さないと。あいつが速すぎるぞ。おお、いて。いや、とりあえずライバルは潰したぞ。あいつも追い上げてくるのかな、ここから。タイムは遅くとも削り合いも必要だ。なるほど、そうやって勝つのか。私の流儀だ。この辺ブレーキいらない感じなのかな。さあ、どいてもらおうか。うわあ、一般車、一般車。おお、やっぱブラックマンバ飛ばしてるね。最終ラップだ。さあ、抜け出すぞ。よし、ブラックマンバ潰したぞ。いいペースだ。いやー、痛い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 。当たって悪いな。当たって悪いな。劇的ゴールやな。空気読めって感じやな、今のだけ。ここまでだ、リナ。あんたの愚にもつかない強がりのせいでみんなが大金を失ってる。ハウスに喧嘩を売るなんて。街とストリートは私たちのものよ。バトルも深夜レースもオフロードラリーも全部そう。ハウスは絶対に負けない。今夜はどうだった、ナバロさん。ここはまずいです。またな。こっちもっとずい。生きて返さないでよ。ここは逃げんのかな。モーガンを連れてきて。絶対に逃がせないで。おお、脱出ポイントまで。おお、早え。早すぎじゃねえこいつら。おい、振り切ったよ。お前のバカさ加減は表彰ものだ。そのせいでハウスは大騒ぎだ。よかった。よくないな。同じコース？まだ来たからな。おっと、とっとっと。危ね。タイガー、できる男だったのに、私を裏切ったからには。裏切ったのはお前だ、ナバロ。おお、どっちだ。マッチ1番のレーサーでも頭は鈍いわね。ほら、浮いといた。理由があるわ。危ねえ。ほいほいほい。
ほい。逃げ場所はないわ。町は私たちのものなの。ほい。任せていくには。おい。スクラップだぜ、お前の車は。レースは運任せじゃない。だからお前は八王朝に頼るんだ。どうだ、聞いたか。うふう。倒した車持ってきてね。それだけか。おお。逃げるぜ。向こうも使ってくるか。大丈夫大丈夫だ。うわお。楽勝だった。うう。ほら。あーやべ。ドーン。これでまた潰せたんじゃない？私の相手じゃないってばよ。悪いな、怒りまくったチンピラどもがしつこいんだ。謝るくらいならさっさと片付けろ。くたばっちまえ。くたばっちまえ。これでどうだ。モーガンが止まった。道が違う。引かないな。撫でてきたのか。捕らえたぞ。道を間違えたじゃないか。あら、おお、時間がない。あらあら、おお、でも結構離したね。うん、ちょちょちょ、ヤッホー。よし、巻いてやった。こちらの場所に送信する。U ターンしすぎでしょ。ギャンブラーの元へ向かえ。どんどん時間がないってばよ。トランスポーターみたいになってきてんな。もうすぐだ。遅かったな、やることが山積みだ。心配するな、今後ナバロを信用する道元はいないさ。どう思ってるのか。めでたいやつだ。やつのボスは道元を抑えてる。信用など必要ない。方法を探せ。いや、方法ならある。私だ。どういうことや。方法は私だって。リスクなどは存在せず、全ての勝負が仕組まれた街があるとする。それがハウスの望む世界だ。そのためにはどんな手段も厭わない。俺はストリートレーサーだ。俺には関係ない。おい待て、連中を止めないとただじゃ済まないぞ。お前だってな。連中のリーダーはコレクターと呼ばれている。あることに目がないからな。マシンだ。アウトローラッシュのことは？全米最大のストリートレース。その通りだが、ハウスが八王朝をやる。一番人気のレーサーを丸め込み、金を渡して負けさせる。今日のはそのテストだったんだが、お前の走りを見ていてあることがひらめいた。へえ。なあ、確かにいい走りだった。実力はこの町一番だ。お前を引き込んでアウトローラッシュに勝ったとしたら、ハウスとナバロはひとたまりもない。ハウスを倒せと。ああ、俺を巻き込むな。カジノは自分で守れ。ここは地元だろうが。戦えよ。ラッシュの次はストリートも乗っ取られるぞ。ボコボコになってるぞ。おお。さあタイラー、帰ってじっくり考えるんだ。拠点へ戻れ。おお、もう後ろも取れそうだね。フロントも。モーガン、お前紹介者は俺だぞ。メンツを潰したな。俺やお前なんか相手にしたね。協力を拒んだだけでストリートギャングどもを街から追い出した連中だ。お前なんか恐れるかよ。さあどうかな。
わ、そりゃ避けられないよ。コースはなんとかねこうかわせても、壁とかね、車はかわせないね。ある程度同じスピードで突き進むから長いんだな、接触するタイミングが。うん、ない、そんなのぶつかったうちに入らないよ。レースが成功すると言ったのは君だぞ、ナバロ。それなのにこのざまは一体なんだ、説明してくれ。もう手は打ちました。言えばあれ取るやん。爆破された。さすがハウスや。車も奪われたい。あら、またフェアレディに戻るのか。ウィアーだ。やることにした。よし、それでいい。クルーを集めよう。クルーにしか見えへんけどな、なんか。インボーボール。最高のマシンだな、じゃな。さあ落ち着こう。我慢だ我慢。笑顔でいけ。へい。ハッシュパピー。動画いつも見てるぜ。俺はハッシュタイガー。タイガーセルフィーよ。いや、セルフィーはその遠慮しとく。求め切りガオガオ。最高。テンション低。マシンに乗りなよ。どういう仲やねん。グッドドリフトを3回成功させろ。ハッシュタイガーがハッシュモバイルで生中継中だ。これはスバルインプレッサー、わかんない。コツならね、至ってシンプルで、スピードを出して急ハンドルを切るだけ。ああよく見ろ。ほら、ウィー、グッドなの今。決めたぜ。すごいなこのパワー。草生えるわ。普通に出して言うやつは初めてだ。前やな、草生えるわ。おう、3回しろと。とにかくグッドが出るまでやり続けろってことか。多少のドリフトじゃ納得しねえよと。ういいね、気に入ったかい。タイガーセルフィー。いやすごいマシン。今のアングルはどうだ。ガーン。チェックポイント外した。これを通れなかったというのか。私はWe'll be right back.
こうか。こんな運転夜中中やられたら困るよ。まあこんなもんさ、もう一回やってくれよ。今度はボコボコやな。ちょっとそれはそのお客様は神様だ。わかったよ。次はガラスビシビシやで。目的地へ行け。ところでいいセッティングだった。タイヤが滑るわ焦げるわでな。ボンネットカメラ、あ、車載カメラはないのか。もしかしてお前ってセッティング済みのマシンを買ったのか。当然。どこでそんなドライビングを覚えた。ロンドンさ。ロンドン。昔の頃改造好きのイーストエンドのクルーとつるんでて、そんでドリフトしたらハマっちまった。お前ってガチな悪じゃん。ブラザーって呼ぶなよ。ブラザーって。それでアメリカに来たのか。前科から逃げるために。なんだって。そんなんじゃないさ。ここは SUV とマッスルカーとオフロードの聖地なんだ。やり直すには最高だろうが。ならちょうどよかったじゃん。そうだ、君を有名にしてやろう。おお、そりゃラッキーだな。おお、今のよかったね。ファンのために上級ドリフトテクを頼むよ。ドリフトボタン。いやー、そうさ、ドリフトボタンを押すだけさ。ドリフトボタンマリオカートみたいなこと言う。マリオカートもボタンじゃないけど。ドリフトトライアル。ドリフトで目標スコア達成を目指せ。長くドリフトするほど多くのスコアを獲得できる。ドリフトを継続するとスコア倍率も上がるぞ。おお、なるほど。本物の音楽だ。ちょっとライン取りが重要や。酔うんじゃないぞ。酔うかよ。レースゲームで慣れてるんだ。え、今のはいいのか。倍から1、2倍から1に戻ったよ。途中で。思ったほどはすごくないぞ。まだこれからだって。我慢できないか。分かったよ。こういう風に無理やりドリフトしてくの。これを続けるぞ。難しい。今のはもうドリフトとは言えないのかな。逆走まで行っちゃったらダメとか。あくまで速くなるためのドリフトでやれってことかな。激しくって言ってたし、確か客は神なんだろ。チェックポイント外した。目標スコア更新したのか。ドラッグレースにすればよかったよ。どうだいタイガーさん。反応したろ。無理やりやったなって感じや。タクシーかい。タイラー、お前か。マック、その久しぶりだな。連れと別れて辛い半年だったぜ。ああ、わかるよ。マック、ちょっと頼みたい仕事がある。自由になったのか。もう音がリアルやな。随分軽いな。退屈してるのか。死ぬほどな。ジェスも一緒か。そのつもりだ。おいマック、俺が吐いてるとこ取ったか。早く連絡を。シルバロック都心。どんどん主人公が変わっていってんのかな。味方なのかな。アウディが来ました、ね、焦るな、落ち着け。あ、最初のメンバーを集めてんのか。ハルとシミ、援護とガードマンの見張りをしろ。すげえお宝だぞ。早くして、待つのは嫌いなの。え、まだ仕事が終わってないんだからさ。なんだよ。ずら
かるぞ。言っておくけど、どっちかが死んでも報酬はきっちり2人分いただくからね。強盗の逃走役。くそ、大丈夫。医者に搬送しろ。撃たれたんかお前。捕まって。こんなの無茶だ。大丈夫、楽しいわよ。楽しく行こうぜ。の区域で強盗事件発生か。追加ユニットが調査する。うわぁ、またチェックポイント。ジェス、タイラーだ、今いいか。タイラー、ちょっと、防水逃走にチェックポイントがいる。敵が血だらけになる。タイラー、立て込んでるの、悪いわね。ジェス、待て、計画があるんだ。半年も音信不通で、今さら助けを求めるの。ジェス、俺はタイラー、今本当に忙しいの。うぅ、追ってこないの警察。まだなのかな。カジノ区域で強盗事件を確認。車両は黒いアウディ。被疑者の一人には撃たれた形跡。クーリッジ通りを北上した模様。アダム35、報告を確認。警戒する。そう、こっから追ってくんのか。もうタイラ、今は忙しいって言ってるでしょ。そうだそうだ、忙しいんだ。変わってくれないか。なあジェス、マック、あんたまで引っ張り出すなんてよっぽどね。いやー、俺の性格だよ、楽しみたいだけさ。タイラーの計画に乗れっていうの。真ん中はこれ土が敷いてあんのか。リナを倒したいなんて。リナ、ハウスを敵に回す気。あんたたちどうかしてるんじゃない。パスする。ああ、あとどのぐらい。メソメソしないで、もうすぐよ。おう、もう着いたのか。マジ逃走の達人だ。もう着くぜ。そのための私でしょ。ほら、うまい。名前を出せば直してくれるわ。どういうこと。ああ、闇医者なのか。潜伏地点に到達しろ。おお、これも時間あんのかい。繰り返す、被疑者は黒いアウディに乗っていた模様。位置の報告を。アダム35、北川通りに被疑車両が。逃走ほう助で追加ユニットを送る。追われてるのか、私は。マークと変わって。いい果実、計画は絶対うまくいくんだ。あとは君さえ。タイラ、相手はリナにハウスよ。マークに変わって。お前ってついつい気になるんだな。その計画どれくらいぶっ飛んでるの。これは相当やばいね。だんだん上手くなってきたんじゃない。担当にファイスト、無謀も無謀だ。半年前、私たちはリナ一人にはめられた。しかも今はハウスと組んでる。ラブのこと忘れた。ああ、今度は違うさ。俺たち3人ならできるって。チームの再結成ってわけ。戻ってこいって。おお、そういうことか。やってやろう。チームを再結成する。考えておくと、伝えておいて。リリサの車両はリバティ砂漠へ発送したのよ。アダムサーディーナ、今向かう。警察が来たぜ。ワーダムサーディーナ、黒いアウディを発見。応援を要請、記録を。了解、追加のユニットを。あらー、このマシンはあなたたちのために組んだのよ。さあ踊りましょう。そんな、踊りましょう。殺す気で来てるの。殺す気で来て。アダムサーディーファイブ、被疑者は逮捕した。被疑者は逮捕に抵抗した。そうだよ、逮捕に成功した。ダメだよ、抵抗するぜ最後まで。ほい、おお、危な。っていう突っ込み方してくんね。おい、クラッシュ完璧。ワンアダム13、位置報告をお願い。まだ追ってきてるね。OK、了解。いいて。倒したの。おお、アダム13、了解した。あんなとこに検問があるなんて。前にもいるよ。何、
え、おお、買った。そんな程度なの？抑えてねえぞまだ。大腹減速したで。やべ。被疑者はもう逮捕した。逮捕に失敗。追跡を続ける。うらうら。なんだよ、ただのガードレールみたいな感じかと思ったら。チェックポイント外した。こっち。いや。一体何のつもりなの？タイムアップ。もう。いや、ルートミスったね。捕まってない。おお、こっから始まんのか。エルサーティー、フォーイレブンの被疑者を追跡している。被疑者は西に向かってる。現在ブームビル。全ユニットワンリンカーサーティーが追跡中。まずここがね、ちょっと時間食っちゃったからな。このマシンはあなたと呼ばれる。さあ、乗りましょう。かっ飛ばしていこうぜ。だいぶ、だいぶ引き離したな、さっきので。ワンリンカーサーティ、位置報告を。すんげえ勢いで追ってきてる。何キロ出しとんねん。了解したわ、リンカーサーティ。あらぁ、わお。当ててきたい。確かに当てたよ。チューブ、目標に体当たりした。減速するといいが。減速はしない。逆走。うわあ、こっちだ。おお、いて。あいつビビっただろうな。いえ、まだ1台追ってきてるぜ。あ、でも遅いな。ここまで来たらもう見て動かない。え、もうバレるやん、もう来てるやん。ねえ、あのバカな計画のことだけど。バカだって？で、会って話しましょう。今どこ？こんなふざけた話があるか。こういう冗談が嫌で俺は身を引いた。町で最強のクルーがラッシュに出場する。シルバーロックのストリートリーグを全部倒せば俺が出られる。オフロードとドリフトはマック、残りは俺がやる。ハウスはどうする？町の裏取引を全部仕切ってる。そこでお前の出番だ。連中の対策は万全だ。裏社会の知り合いに探りを入れ、ハウスの計画を暴いてくれ。つまりレースに勝ってハウスを潰し、たっぷり金もいただくってわけか。簡単だろ。富も名声もリナ・ナバロは思うがままよね。私がいないとあなたたちは自滅しちゃう。手伝うわ。やった。ラブは？あんたみたいな腕利きがいないとレースには勝てない。ふん、心にもないことを。そんなに必死なら俺も力を貸そう。ガレージも使わせてやるよ。条件付きだな。まずはほう、クレーの復活だ。はしゃぐな。奥にマシンがある。払いの悪かった客のだ。この辺りはどいつも懐かしの87年型ビューイック GNX。 こいつはすごい車だ。30年経った今でも0から100を6秒で走る。6秒。あ、車をこれ選択できるのか。ゴルフマーク1 GTI ホットハッチブームの火付け役だ。今もいい走りだ。ゴルフか。 S2000 60年代のロードスターに敬意を表したホンダ車だ。
VTEC エンジンを9000回転まで吹かせば本領発揮だ。うん、馬力トップスピードブレーキ反応初速加速、ああこれは初速がいいのか、トップスピードはそんなにだけどみたいな。いやこれはゴルフ GTI だな、ラリーカーとしても使われる。これにしようかな。3台だけ選ばれんのがバトル、ああこれが126なのか、131132。うんこれにしよう。チーム再結成や。いい選択だ。俺のマシンには及ばないが、お前には十分さ。あんたはチューニング専門じゃないのか。よし、ぶっ飛ばしてやるから覚悟しろ。ゴールを。まあ、今の加速はどうだ。向こう早。悪くない。加速。それでリードを保てるかな。加速遅いよ。メカニックに負けたとあった恥やな。いやメカニック早くね。アクセル踏みっぱなしですよこれ。あれ逆じゃん。ゴールを切れか。しっかり走れ言われてる。ナイトロ積んでる。ギャンブラーの仕事を受けるか刑務所の二択だった。今はどうだ。あいつにも考えがあったが押し切ったのさ。だからここにいる。俺はもう足を洗った。昔は楽しかったが今はメカニック、生活の順調だ。ナバロの裏切りを忘れてたら止めたくないのか。おい、確かにケーニングセグの中身にかなり興味がある。うわ、追いついてきたぞ。俺は怒りを捨てる。ゆっくり走ってんのかお前。落ち着いた。それはいい言葉な。確かに最高速が遅いの。丸くなったなラブ。もう手加減しないぞ。手加減してるんじゃないだろうな。本気で来いよ。まさか。うん。おお、コーナリングいいね向こう。わかるか。ラバロだけで収まる話じゃない。裏には糸を引く人間や組織がいる。いいか、ハウスに立ち向かって勝った奴はいないんだ。俺が最初に勝って。最初に勝つ男だ。おお、あ、早い。そうだ、思い切ったか、タイラ。何度かかったぜ。走りきりやったけど。テクニックがパワーに負けるなんてことはないんだ。おお、キャッシュが溜まったね。スピードカードによってマシンの性能が向上する。イベントに勝利してスピードカードを手に入れよう。スピードカードを引け。おお、3つ引くの。あん、右。ブレーキとナイトロが上がった。おお、え、ニュー現状。あ、これで装填するか。ナイトロとブレーキ反応が良くなったね。おいマック、お前らどこに行ったんだ。ラブのところにはパーツがない。オフロード用のホイールを探しに来てるんだ。なるほど。よっしゃ。大丈夫なの？お金なら少しは貸せるけど。いや大丈夫だよ、貯金を下ろしてきた。そんな貯金あんね。ディーラーはそれぞれが異なるビルドタイプに特化している。ゲームに登場するビルドタイプはバトル、ドリフト、オフロード、ドラッグとランナーの5種類。おお、そのレースに合わせた車両を使えと。オフロードビルド、オフロードイベントを走るためのビルド、マシンやトラックをオフロード仕様に調整した車両。どっちで走りたいマック？ WRX-STI、 大自然を駆け回るのにぴったりなホットハッチだ。グリップとハンドリングは最高だが不安定な道は腰にくる。こうしにくる。ランドローバー110。ふう、形が何十年も変わっていないのには理由がある。
このボディだからこそ酷使にも耐える。おお、こうやって見れんのか。いや、ランドローバーがちょっとかっちょいいね。これにしようぜ。キャッシュ足りる足りる。オフロードイベントのみ出場可能です。ほい。これに乗るより歩いた方が早いんじゃないの。きついよな。大丈夫か俺のマシン。なるほど。ジェス、お仕置きだ。飛行場までレースをしよう。こうやってどんどんレースが展開されていくのか。ねえバック、ぼーっとしないでくれる。はい、ということで今回はここまでね。次回ね、このランドローバーでやっていきたいと思いますので、お楽しみにお待ちください。それではまた。